それはもう、考えないようにね。思考してることやめるって分かります皆さん、ね、なんかついつい流れてくるじゃないですか、変な言葉が、いろんな変な、マイナス的な言葉とか、マイナスもだし、あれがこうでああでとか、なんかいろいろね、あの人はどうなんだろうとかさ、ちょっともう外向きの考えが出たらやめるようにしてって、やめなかったらどうなるの？やめなかったら頭がうるさい状態でずっといるから、本当に宇宙とつながりたいので、そんなこと言った。また不思議なこと言ってますよ。宇宙とつながりたいって言いました今。はい、しみんなみんな。宇宙とつながりたいにやりおることってどんなことがありますか？ルーティンかなんか。ルーティンなんかその考えてることに気がつく、やめる、思考を止めるってことね。考えることを、やめよって。ちょっとでも外に向いたら、例えばあの人はこうなのかなとか。それ外向きですよね、外に向いた考えが出た瞬間、おっとっとって、これは今思考してるって気づくわけね。そう、外を変えようとしている自分に気づいたら、おっとっと、自分自分って、自分の中しか変えれない、っていう感じ、変えれないってここに戻すじゃない？戻した後どうすんの、もうあとは楽しんでるっていうか、楽しむそうもうここに戻してつながるんじゃなくて、ここに戻して自分が楽しむの、もう戻ってたら勝手につながってるんで、聞きました自分に戻したら勝手につながるんだそうです、ここ持って帰るとこですよ、ね、そしてそしてもうただやりたいことをやってるっていうか、ひらめいたことをやる、もうつながってたらまた変なこと言った、つながってたら勝手に次あれあれこれだよ、あこれだな、次あれだなって出てくるじゃないですか、今学校でもそれで仕事してて、出てくるから、あはいそれねみたいなあ次それでかちょっとその出てくる声っていうのは自分の声で出てくるの、それともみんなもひらめくじゃないですか、いろいろこう、あ次あれしようとか、そんな風に、次この仕事、あこれそろそろ締め切りだよねっていうのがこう、教えてもらえるというか、ひらめくので、そのひらめいた順番にもやってったら、そしたらまた次のが、あこれもあったじゃんとか出てきて、それやってたら結構勤務時間内に帰れるっていうそれやってたら勤務時間内に帰れるそれはその仕事の量を、合理的にこの順番でやったら一番合理的に解決して勤務時間内に帰れるよっていう何かサポーターがいて、それが伝えてきてくれてるのかな、それともリエピョンなのかな、考えてないっけ、どうやったら合理的にとか、考えれないから、次これあれはいっていう、それあそれだなみたいな、別にこう見たりはしないんだけど、なんかいろんなのがバレちゃうねひらめくから、次これねってこうメモしたりとかしとけば、もうそれをやっていったら、だいたいこう本当にそれでやると、なんか失敗なく、こうなんだろう、締め切り間に合ってませんよとかもないし、なんかすっごいできてるみたい仕事が。ね、今のそのできてる秘訣みたいなのって、その外に意識を向いた時に、あこれ自分って戻すってことは、外に向き続けててそのキャッチができなかった経験もあって、やっぱりこれだっていう風にたどり着いてるのかな。そうだと思います、失敗したこともある、いっぱいあります、失敗だらけで、だからもう考えてやっちゃうと、ああだからこうでこうなってこうしてとか人の目とかでやっちゃうと、全部外向きなんで、本当にうまくいかないし、時間倍かかるだろうし、うまくトラブルが起きてくる、で自分に戻りなさいっていう合図だ、きっかけなんで、それで、ああ違った、なんかそのニュートラルに、自分の中をニュートラルにしとくって意外に難しいですよね。頭では分かってるけど、執着をどこにもつながえない自分でいるって難しいと思うんだけど、そのニュートラルでいる秘訣は何かあるかな。ニュートラルでいる秘訣は自分を信じてるので、さっき言ったように宇宙で唯一無二の私が私自身を信じてあげなかったら、誰が信じてあげるんだっていうのもあるから、
自分を 100% 信頼してて、自分に起きることも出会う人も全部信頼してるわけだから、うん、それってすべての人のことも信頼してる、うん、なのにあの人こうでどうなんだろうって信頼してないよね、外に向いた時点で、うん、お信頼してないじゃんっていうことなんで、うんうん、自分を信じるがニュートラルかな、うん、もしも今までちょっといろんなしんどいことをしてきたり、自分に自信がなかったりとかして、いやちょっと自分を信じることにも自信がありませんっていう人にリエさんが目の前に出会った時、その人にはどういうふうに言葉をかけてあげたり寄り添ったりしてあげますか。時々ね、人生のいろんなことに疲れてて、自分のこと好きでいたいんだけどなかなか好きになれなかったり、自分のことを信じたらいいって分かってるんだけど、信じることさえもできないっていう時があったりする、うん、どうしたらいいか、うんうん、さっき言ったように、うん、私たちはもうこうやって存在できてるだけで、うん、言ってないね、さっきさっき言ってなかったけど、こう存在できてるってことはもう宇宙から愛されてることなんですよ。うーん、宇宙から愛されてるから今ここにいることができてるから、うん、いやでもなんて言ってあげたらいいんだろう、本当にちょっと今すぐ浮かばないけど、でももしかしたらここに一人そういう人がいた時に、信じることができないって言ってる人がいた時に、一人でアプローチ、一人で大丈夫だよって言っても、もしかしたら信じられない時はここにこうやって集ってくれている、うん、みんなで、うん、その人に大丈夫だよって、信じることも怖くないよって、私たちいるからねって、もしここにいるみんなでその人の背中に手を当てて寄り添えた時、もしかしたら信じる勇気、それがぬくもりな気がする、うん、なんかそうなんだよね、うん、人から言われてそれができるわけじゃなくて多分、うん、でも一緒にいると、うん、自分で気づくしかないから、うんうん、あ、私は私でいいんだなとか、うん、あ、ね、私を見て、あ、なんでいいんかみたいな、こう、うん、あ、なんだそんなんでいいんだねみたいな感じで、うん、なんかみんな多分力入っちゃってるんかもしれんね、うん、こうじゃないといけないとか、うん、人と比べてもっともっととかね、うん、いやもうあなたそのままでいいんですよっていう、うんうん、もうそれが一緒に過ごすと分かったりするのかもしれないし、うん、え、どうですか、うん、なんかそれがもしかしたらそのまんま会のさっきね、うん、映像の中に出てきたその食事をみんな1ヶ月に1回集まってご飯食べてるだけでよかったって言ってた、うん、私たち人間にとってそういう空間、何を目的にしないけどこうやって一緒に同じ空間の中にいて、同じこの温泉の中に浸かってるだけで、うん、もしかしたらそのありのままの自分でいていいんだっていう感覚を持つことができるのかもしれない、うんうん、あの大学時代の先輩が今新聞社の結構上の辺にいて、うん、すごい苦しくて辛い時があったって、やっぱり、うんうん、そんな本当にね、トップの辺にいるから、うん、でもそんな時にここに来てみんながわちゃわちゃしてるその横にただいるだけで私は救われてたと思うって言ってくれたことがあって、うん、本当に何十年ぶりに出会った先輩がそういう風に言ってくれて、はあ、そういうことなんだなって、なんか声をかける言葉とかでもなくて、うんうん、ただ一緒にいる空間にいるとかいうことも、うん、もしかしたら救いになるかもしれないし、うん、なんか助けようとか救おうっていうのもおこがましくて、うん、みんな神様仏様だからみんな自分で立ち上がれるし、だけどね、苦しい時とか辛いっていう時には一緒にいることが、うん、もしかしたらその人のお力になるかもしれない、うんうん、だからリエさんが今こうやってみんなにこの魅力を届けてくれてたり、一緒にいたいって一緒にいれたら楽しいことが起きるかもしれない、ワクワクすることに連れて行ってもらえるかもしれないって思えてるのは、リエさんが自分の中の私を信じていて、うん、で信じられない人が目の前に現れた時でさえも
私はそのあなたの中心を信じてるよっていう、それがブレないからなんだね。そしてその人にはあるもの、ちゃんと、もうだって存在されてるだけで愛されてる方なんだものっていう、それを信じる人間が一人二人三人って自然に思えた時、どれだけの人が、ああ、理のまんまでこのまんまでここ全然できないけど、これもできないけど、あれもうまくいってないんだけど、あ、これでもう十分いいんだって思えた時、こんな風になれるということですね、リエさん。そうだと思います。自分のことよくわかんない自分でね、こうやって今日話を聞きおった時に、外側に思った瞬間にパッと変えて自分の好きなことやっていくと、なんかハッピーなことになっていくよって言った時の、みんなの表情がどん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 なんか、わかるわかるって、なんかみんなの表情がブチ素敵じゃけ、素敵な気持ちになりました。どんどんなんかこう同調していくのが一つになっていくのが素敵でした。ちょっとみんなの顔見ながらうんうんって言ってください。お互いに見てください、この顔素敵やなって一つちょっと見せたいのがあって、一つ見せたいものが、一つ見せたいのが、急にすいません、また